また変なところに出たな。まだまだ先は長そうだ。これほど広大な空間、一体どうやって作り出しているんでしょうか。一人の超能力者が展開できるブレインフィールドを遥かに超えた規模のように感じます。あ、何あれは。注意して。
しぶとい怪異、どうすれば倒せるの？落ち着いて、力使え。
倒そう。今度こそ倒せたみたいだな。カレンの記憶で見た怪異が出てくるって偶然なのか。長い間ブレインフィールドにいると、そのうちに感情や記憶が
形となって現れ始める、と聞いたことがあります。この空間の主がカレンだとすれば、うなずけるね。先ほどのアリスをかばった時の記憶が影響しているんだろう。長くここに留まりすぎるのは危険ってことか。ええ、急ぎましょう。まだこの先にも空間は繋がっているみたいだわ。